皆さんこんにちは、サルです。昨日セリアに行った時に折りたたみミニごとくっていう商品を見つけて新商品としてレビューさせてもらったんですけど、今日はですねキャンドゥに行ってまたなんかいろいろ面白いものを見つけました。キャンプ用の自在ポールとか皮膚規模収納ケース、カラビナ付きとかテント、タープロープっていう、まあ、3メーターのガイロープとか、あとメスティンスペアハンドルなんかもありましたね。すごくマニアックだなっていう気がするんですけど、どうなんでしょうね。メスティンは持ってる方多いと思うんですけど、ハンドルをスペアで欲しいなっていう方は結構いるんですかね。すいません、私がちょっと思いつかないので購入する気になれず買ってないんですけど、例えばこれ、トランギアのメスティンですね。で、まあハンドルは外れますので、こうやってね外して、別のものを付け替えるんですかね。ここの色がまあ赤とかね緑とか、またなんか違ってたらね、もしかしたら気分転換にっていうかなんかいいかもしれないんですけど、そうでないとあんまりピンとこないので買ってないんですけど、なんかねメスティンのスピアハンドル欲しいな、 あったら買いたいなと思ってる方ちょっといたらね、よかったらすいません、コメントで教えてもらっていいですか。どういう使い方がしたいなとか、なんで必要なのかなとか、あんまりこれ壊れるという印象もないので、購入したい方っていうのはまあ何らかの事情があるんだと思うんですけど、ちょっとそれを良ければすいません教えてください。よろしくお願いします。で、いろいろ見た中でとりあえず私が欲しいな、キャンプ場に持っていきたいなと思ったものだけ2点購入してきましたので紹介したいと思います。まず1つ目がこちらのキャンプ用まな板ですね。今回の商品は全てこういうね、プレイフリーリーアドベンチャークラブっていうね、なんかロゴが入ってますね。で、これは、ミニカッティングボードまな板です。それからもう1つがこちら、これランタンハンドルカバーということで、まあなんかちょっとね面白いなと思って、今までねこのランタンのまあ、ハンドルのところにねカバーをつけるという発想はなかったので試してみようと思って購入しました。こちらについては株式会社藤崎、今回のキャンドゥの新商品は全て藤崎さんのものでしたね。サイズが 15×25cm で厚さが 5mm、 材質がポリプロピレンで耐熱温度は70度となってます。ジャンコードはこちらですね。はい。で、今までもね、まあ、いろんなまな板は使ってきたんですけど、これねといいなと思ったね理由を簡単に伝えますと、私が今まで使ってきたのは主にまな板というとこういうアカシアのね取っ手のついたやつ、木目が綺麗でしょ、ダイソーですごく気に入ってるんですけど、まあこれはね庭でなんか切って焼いたりとか、近くの公園にね持って行って家族でとかねいう時なんかに使うカッティングボードです。まあ木なのでね、こうナイフで切ってると結構切り目がねもうこうついちゃってるんで、まあ仕方ない部分なんですけどね。はい。で、ただちょっと重たいしね、分厚いしね、軽量でいきたいなという時にはちょっと邪魔なんですね。それに対してソロキャンプなんかでね、あるいは自転車なんかで行ってね使う時は、ベルモントのねバタフライカッティングボードっていう、これは割と薄いしね、こう開くんですよね。ちょっと開きましょうか。まあ結構使ってる方多いので知ってる人が多いと思うんですけど、あ、こういう感じね、袋から出さなくても開きましたね。こういう感じでね開いて使えるので、まあ、結構広くなるしね、長いこう魚とかさばくことないですけど、まあそういうものでもね、切りやすい、地面につかずにね、カットできるっていう、そういう優れものなんです。はい。で、これはいいんですけど、まあもっと手軽に使えそうだなっていうのが今回のこちらですよね。まあなんせ110円なのでどう使ってもいいじゃないですか。傷つくとかあんまり考えずにガンガンやりますよね。そこが何よりもいいなと思って、やっぱまな板ってこうガンガンね切りますので、どうしても傷つくんですよね。なので110円で使い捨てにもできるぐらいのねものがあったらいいな。ただちょっとなんかねキャンプらしいデザインとかカラーリングの方がいいなと思って、いろいろある中でもこちらを購入してみました。はい。ちょっと開けてみますね。まあラップしてるだけなので、この表面のね手触りとかがねどうなのかなっていうところを確認はしておきたいですよね。ラップが開きにくい。はい。開きました。
こういうなんかこういうパッケージって外すのめんどくさいですよね。あのユージさんのね動画見るとね、いつもこう開封するシーンはないんですよね。私もそうしようかな。なんか開封しなきゃいけないみたいなね、変なあの習慣でねやってるだけなんで。はい、で剥いでみますと、うん、まあまあ普通ですね。はい特に悪くないです。全く悪くないです。あの少しねヘリが上がってて、こう周辺がね上がってるので、まあ汁物なんか外に垂れることもないしね、切った時に。で表面がねこう汚れがつきにくいような、ちょっと説明が難しいけど、ちょっとこうザラザラした感じ、こう光の反射とかで分かりますかね。ツルツルじゃなくてザラザラしてます。なのでまあ表も裏もそうですね、同じ感覚で両面使えますし、悪くないですね。手の大きさより少し大きいぐらいですね。うん、いいと思います。そんなに硬くはないけど柔らかくもなくて、まさにね使い捨てするのにちょうどいい感じですね。まあ、使い捨てってもそんな1回2回では捨てないと思うんですけど、あの何回か使っていくうちに劣化してね使いにくくなったら新しいのも買ったらいいなっていう、まあそんな感覚で使えるので、多分そういう意味ではね、まあ、安くて色も大きさもいい。でここの穴もね、何かこう洗った後引っ掛けて吊るして干すのなんかにいいと思うので、ちょうどいいんじゃないですかね。すいません、特にねなんか取り上げて説明するポイントが思いつかないので、逆にそれだけシンプルでね誰でも使いやすいまな板だと思います。それからこちらはランタンハンドルカバーということで、まあ変わってますね。一応ジャンコードね、こうなってます。でこんな風にランタンのねハンドル、ツルの部分につけますよと。で注意事項を書いてますね。ランタンハンドルの直径が約 3.5 ミリまでのサイズに対応しますよっていうこと。まあ、3.5 だったらね十分だと思います。大きいのでね、それ以上太いツルってそんなないと思いますね。私は知らないですね。で火で灯したランタンに使用すると熱で熱くなります十分注意してください。どうやって注意すればいいんですかね。まあ、確かに熱くなりますよね、ここね。いくらこう持ち上げといてもね。うん、これちょっと微妙なところですね。でハンドルに通しにくい際は本ピンを温め、状態を少し柔らかくしてから行ってください、だそうです。はい、洗濯はできませんよ、濡らさないように注意してくださいねとかね、まあ注意事項書いてますので確認した上でご使用ください。これも藤崎さんの商品、合成比較でサイズが14センチ×1.6センチ、1.6 ってのはこの幅のことですよね、多分ね。じゃあ開けてみましょう。これは簡単に開けれるからいいですね、とってもね。はいなんか変わった感じですね。これがキャンプ用品なのかっていう、これこういうものに入ってなかったら、こういう説明がなかったら、これキャンプ用品には見えないですね。なんか普通のハンドバッグかなんかのこう持ち手かなんかの一部に見えますね。なんかあんまりそういうことを言うとね、あの怒られそうなんでね言いませんけど、まあまあまあ普通の感じです。そんなへにゃへにゃではないですね。はい、そこそこ厚みがありますね。で合成比較の中に何か入ってんのかな、内側がね黒いんですよね。よくわからないんですけど、なんだろうね、厚みがあるので、けど合成比較でしたよね。比較が二重になって外側のやつだけ色がついてるのかな。ここがちゃんと太めのね糸で縫ってるので頑丈そうではあります。じゃあこれをランタンにつけてみましょう。はい、まあ代表的なって言っていいんですかね、フィアハンドですね。フィアハンドってここから外れるのかな、ここ外さないといけないですよね。うん、外してはめるんだよね。これは外さないといけないのに、これ外そうと思うと一度ここのここですね、こうグイって曲げてやらないと外れませんね。ちょっとそれめんどくさい感じですね。うん、どうしよう。そんなあの大掛かりにやらなくてもできるランタンがないか探してみます。ちょうどいいのがありました。
あの素性は分かりませんけど、もう10年以上使ってるね、すごい歴史のあるうちではランタンになります。こちらだったらね、簡単にこう外れますので、引っ張ったらね、はい、これやってみましょう。フィアハンドみたいなのはちょっと面倒っちいしね、なんか下手にやって劣化してね、気に入らない時に外れなくなっちゃったら嫌なので、こっちでねやってみましょう。これを通せっていうことですよね。さっきの説明によると、なんだっけ難しそうだぞ。装着するときは角部分と通しにくい箇所は少しずつ動かすようにしてください。通しにくいときは本ピンを温めて柔らかくしてください。そうなんだ。これね、とてもじゃないですけど、カメラの画角を考えながら、カメラのモニターを見ながらできるレベルの作業じゃないですね。ちょっと集中してやってみます。5分ぐらい格闘してですね、こんだけしかいかないんですけど、やってて少しずつなんかコツっぽいものが分かってきました。こうですね、ここを掴んで、こう内側をなるべくこう丸く直してやりながら押し込むんですね。こんな風に曲がってなければスッと入るんですけど、これ曲がってるもんで非常に入りにくいし、ここをまっすぐに直してからやればいいんでしょうけど、そうするとここが劣化しますもんね、また曲げるときに。それは嫌ですね、ちょっとね。なのでこうやって頑張ってやるしかないですね。少しずつ動かすようにしてくださいと、まあそれはそうですよね。これはちょっと、もうちょっとのところまで来たんですけどね、ここがなぜか入らないというか、次第に入りにくくなってきた気がします。摩擦なんですかね。もうこっちの端見えてるんですけどね、なんでこんなにやりにくいんだろう。本当に合ってんのかなこれ、ね、あ、合ってそうだ。はい。はあ、もうちょっと疲れましたね。でここでまた引っかかるということですよね。これはなかなか手厳しい。これ買った YouTuber さんいたらどうやってやってるのか私が見たいですね。これはちょっと洗剤つけた方がいいかもしれませんね、こんなに苦労するんならね。なかなか評価が難しいですよ、もうこの時点で。普通嫌になるんじゃないかな。これはもう外すのも嫌ですしね。はい、頑張りました。すごく頑張りました。この頑張りは一体何の役に立つんでしょうか。ということで一生懸命頑張ってここまで来ました。まあこういう感じでね、20分ぐらい頑張り続けてなんとか入りました。はい、まあ頑張ってやったので自分の中では達成感がありますけど、一体何のための達成感なのかよくは分からないですね。まあこれをではランタンにつけます。はい、こうなりましたね。どうなんでしょうね。まあ持った感じ、ちょっと画角から外れますけど、まあ別に悪くはないんですけど、これはねちょっと評価が難しいので、もうしばらく使ってみてからね、なんか良かったとか良くなかったとかいうのはね、また何かの機会にご報告しようと思います。とりあえずね、こんな感じになりますよっていうね、ランタンハンドルカバーキャンドゥの新商品110円でした。ということで、まあ、今回は2点ですね。こちらのカッティングボード
まあこれはね、もう無難にね使いやすいものです。それからちょっと問題がありそうなこちらランタンハンドルカバー、ね、見ていただいて、まあなんかね、こういう風に使ったら役立ちそうですよとかねあれば教えてください。あと動画の最初に言いましたけど、メスティン の, あのスペアハンドル、ハンドルのスペアですよね。あれね、なんだろう、あれもどう使えばいいのかちょっと私分かってないので、こういうので私は買ったんですよ、スペアが必要なんですよとか、まあスペアがあるとこういう風にいいことがあるんですよとか、あの色を変えるっていうね、それだったら別にカバーだけでいいと思うんで、黒じゃなくて赤とかねつけてる方いますよね。そういう使い方じゃなくて黒しか売ってなかったので、黒いやつだけどこういう風に使えばいいんですよっていうのがねあれば教えていただけると勉強になります。すいません、皆さんにねあのいろいろご提案する立場なんですけど、私の方がわからないので、詳しい方、経験のある方、メスティンのスペアハンドルを交換することのメリットを知っている方、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。ということで、キャンドゥからもねいろんな新商品が出てます。まだまだ楽しいと思いますので、これからもねいいものを見つけたらどしどし紹介していこうと思います。この動画良かったなと思う方はチャンネル登録と、あと高評価ボタンをいただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。